どうも皆さんこんにちは、伊藤です。本日は北千住に、やってたんですけれども、あの前回の動画でもご紹介したこちらの天野崎さんに来てます。はい、で今日はね、あのハタっていう、もう僕が注目しているブランドの、予約会が今やってて、それにちょっと行っていきたいなと思って、来たんです。あとは SS のアイテムは結構入ってきてるって聞いたので、今日遊びにね、来たんですよね。今日はカメラマン手島くんですよ。はい、どうもどうも。体調良くないみたいですね。体調悪いっすよ。すごい顔してるよ、今。インフルっすもん。インフルってよ、病院行った？いや、インフルっすもん。病院行きました？行ってないっすよ。いや、それ分かんないじゃん、もうインフルかどうか。病院は甘えっす。甘えなんだ。ってことで、インフルじゃないと思うんですよ、多分。いや、ってことで早速中に入っていきたいと思います。行きましょう。はい、おはようございます。行きましておめでとうございます。はい、まあ、今日は後の予約会があるということで、はい、来ました。はい、軽くご紹介を。はい、すみません。今日はあとは予約会ということで、はい、一応このラックが今回のメインのラックになってるんですけど、はい、結構うちもすでに予約会1月2日からスタートしていて14日まで行ってるんですけど、予約で完売してるアイテムもアウター類であったりとかパンツ類も出ているので、はい、ちょっと見る数少なくなってきているんですけど、はい、よければどうぞ。はい、そうですね、そこは今回デニムを使ったアタのアイテムになっていて、テンセルデニムっていう生地なんですけど、デニムなんですけど非常にこう光沢感をまとっていて上品に着ていただけるような、あの生地になってますね。しかも間にこの、そうですね、このデザインは、はい、まあ、ここ 1,2 年結構流行ってるキューバシャツのデザインをソースにして作っていて、まあ、元々のキューバシャツだと刺繍がそこに施されてるんですけど、この部分はシースルーになっていて透けて見えるようなデザインになってますね。まあ、なんかインナーと合わせて着る感じですね。そうですね、白い T シャツとかと合わせるとよりその刺繍部分が目立って、なるほど、うん、アイコニックなデザインになってます。いいですね。しかもこれはスナップボタン。そうですね、うん、後ろはどんな感じですか。後ろこんな感じですね。あ、後ろも、後ろもセンターに1本太い刺繍が入ってます。うん、エッチっすね。絶対言うと思った。これ後で着てみようかな。ありがとうございます。はい、あ、サイズはフリーサイズなんですか。そうですね、アタは全てフリーサイズになってます。フリーサイズなんだ。はい、うん、ユニセックスですか。そうですね、全アイテムユニセックスのアイテムになってます。ルックでもご覧になられたかと思うんですけど、はい、同じアイテムを男性の方と女性の方が着られていて、やっぱりユニセックスのブランドらしいルックになってます。なるほど、確かに女性と男性着るのと全然雰囲気変わりますもんね。そうですね、これは個人的に結構いいなと思ってます、はい、あ、好きそうですね。プロバー、それも高級素材 の、 よくスーツの裏地とかで使われるキュプラという素材を織り交ぜていて、この落ち感とかこう品を出してるんですけど、あのラック型にしていてすごいスポーティーな雰囲気が、はい、出てるあのラック。確かに生地感とこの形のなんかギャップが面白い。そうですね、伝わりづらいかもしれないけど、めちゃくちゃ着心地も良さそう。結構秋冬に出てたボアのアナラックの SS 型として、まあこう絞ってこうデザインを変えて楽しんでいただけたんだと思います。そうですね、これ48,500円、これはもうこれ1色って感じ。そうです、それが2色展開なんですけど、今もうこっちのベージュの方が完売で、ブルーの方なら今在庫ある状態。そうなんですね、はい、そうなんです、すごい。こっちはカットソー系ですね。そうですね、カットソーになってます。タフタンシャツと呼ばれるシャツになってまして、もともと海外の方の民族の、はい、衣装デザインソースにして作られたカットソーになってますね。本当
縁の形がちょっと面白い。そうですね、フロントとバックが V ゾーンになっていて、ちょっとこう前からも後ろからも特徴のあるデザインで、よくスリットって言って、はい、この切り込みが T シャツとかだと横についてることが多いんですけど、はい、これはスリットを前と後ろにつけることによって、ここのシワ感っていうのが独特な、あまりカットソーにない落ち感が出てます。ないですね、確かに。そうですね、僕が着ている今同じものインナーも拡散したっていうこのオリーブなんですけど、フロントについてる。そうなんですよ、ちょっと寄り具合が真ん中にシワが寄って、ちょっと独特な落ち感が出るような。こうやってシャツと合わせるといい感じですね。そうですね、今季の一押しが、うちはこのカプタンシャツと、今僕がこれ着てる粉ジャケットっていう、そこにかかってるものなんですけど、この2型が今季うちの一押しのアタのアイテムになってます。しますか、これなんかルックで見る限りだとシャツ2枚着てるんじゃないかと思ったんですけど、はい、違うんですよ、ね、そうなんですよ、それ重ねられてて、それはハワイの伝統的なシャツの粉ジャケットっていうデザインがあるんですけど、それをデザインソースにして、アタがちょっとこう春夏向けに軽快な雰囲気に出してます。表地がポリエステルのこういうシースルー、後ろが透けて見えるような生地感になっていて、それをあえてコットンのシャツと2枚地にして、独特なデザインの出方にしてるようなシャツになってますね。初めて見た、すごい。うまくレイヤードされてて。そうですね、うん、それとこれも2色展開で、はい、もう1色ベージュのカラーが、これはどっちもあるんですか。これはまだどっちもあります。こうやってオンラインでも今予約できない、オンラインでは上がってないんですけど、一応ダイレクトメッセージでご予約も可能なんです。あ、じゃあ見てるかな。これかっこいいですね。それかっこいいね。かっこいいですね。これ4万5000円です。欲しいです。これまた行ってみます。はい、こっちは、こっちは今季、はい、ブランドが一押しをしているセットアップのものになってますね。ジャケットがフィールドジャケット型の4つポケットがフロントに、はい、配されたデザインのものになってます。コンパクトコットンって呼ばれる、はい、結構薄手なんですけど張り感を持たした生地で、すごい形が構築的に見えるようなジャケットになってます、はいはい、そうすごい張りのあるコットンだから、バックデザインも面白くて、センターベントで入ってるジャケット、なかなかそれもなくて、それを施すことによってすごい動きが出るような、はい、バックスタイルになってます。結構深めに入ってますね。そうですね、ボタンをつけるか止めることもできると。パンツも、はい、友達のセットアップですね。ベイカーパンツになっていて、結構ゆったりしたシルエットなんですけど、裾にかけてテーパードを強く効かせているので、これもバランスよく着ていただけます。いいです、このようにセットアップできたら超いいじゃん。なんかボタンがアクセントになって、そうですね、結構色によっては雰囲気もだいぶ変わってきて、ちょっとワーク感の出るようなカラーであったりとか、まあ、ホワイトだともう少しカジュアルに合わせやすい、はい、これも3色展開です。これまだあるんですか。これもまだ最高あります。着てみたいと思います。はい、はい、このジャケット着てみてもいいですか。はい、大丈夫です。お預かりします。うん、かっこいいです、普通にね、これ着た感じすごいね、軽い。そうですね、ですよね。結構コットン、このコットン地のシャツもブロード生地で、すごい薄手の生地、はい、で、このポリエステルの生地の方もすごく薄手の生地になってるんで、気づかれも全くないですし、ですね、はい、すごいサーキーですね。なんなら夏場でもなんかいいですよ、そうですね、タンクトップの中で、うん、
フロントを閉めて、まあ、解禁シャツとして来ていただいてもいいと思います。3月くらいは今みたいにダークトーンのパンツ、黒目のパンツと合わせていただいてると思いますし、もうちょっとまあ夏になったら、あの機内のアイボリーのパンツとか、あとショーツに合わせて、ちょっと軽快な雰囲気で確かにいただいてもいいと思います。ショーツとかにも合いそうですよね。ベージュのカラーになってて、中の方が黄色のストライプになってて、全然じゃあ違うんですね。まあ、ね、青いいっすね、かっこいい。この結構薄めのデニムなんですね。そうですね、うん、これも結構夏前ぐらいまでは全然着れるようなデザインになってます。あー、いいですね。確かにこの透けてる部分が白だとはっきりするから。そうですね、黒 T とかに合わせると、はい、もう少しこうデザインが前に出なくて落ち着いた雰囲気でも着れますし、今みたいに白 T だとやっぱりこう結構デザインを出して、はいはいはい、あれなんていうのに着ていきます。なんか黄色とかそういう色とか入れてもいいですね。そうですね、はい、結構デニムには珍しくてかなり光沢感を持たせてるんで、はい、すごい品のあるような感じにしてカジュアルになる感じしますけど、全然そんな感じになってない。そうですね、春とかはこの上にちょっとこう軽めのコードとかをバサッと羽織ってセットアップできてみても、はいはいはい、めちゃくちゃ新鮮だわこれ。結構セットアップってそれこそまあテーラードジャケットとかでやっちゃうと少し気取った雰囲気が出がちなんですけど、コットン地でまあフィールドジャケットとまあベーカーパンツっていう合わせなので、すごくカジュアルダウンされて合わせやすさは出てると思う。セットアップで着るのも全然いいし、別々で使ってもいいですもんね。そうですね、マジ新鮮っすけど、この色見ないっすね。でも春とかはこういう色がいいかなって。そうですね、アイボリー柄、きなり色はすごく映えると思います。ですね、しかもこれウエストがなんかアジャスターみたいについてるんですよ、ね、そうですね、アタのパンツは全てそうなんですけど、すごいですね、僕が履いてるこのパンツもそうで、全部このアジャスター式でギュッと引っ張って、履いていただけます、ね、すげえ、ベルトいらねえ。そうなんです、すごいよ。でベルトループも一応ついてるんで、まあ、タックインされる方とかはそこのベルトループにベルトしていただいて入っていただきます。これはちょっと俺には早いわ。いやでもいいね。はい、こんな感じでちょっと今僕迷ってるんで、その間に他に SS のもの入ってるらしいんで、はい、いろいろ見ていきたいなと思います。08サーカスの、19SS のアイテムになってますね。このショットはもう気になってました。解禁のブラックのシャツ、うん、でこれもかなり光沢感の強いものになってますね。確かに、ウールも入ってます。伸縮性もかなり強くて、リラックスした雰囲気で持っていただけます。どう光沢、これネイビーですよね。そうですね、あ、かなり黒に近いネイビーで、ダークネイビーみたいな、すごい上品な感じですね。ネイビーなんですか。そうですね、ネイビーネイビー、やつけや。いや、本当に本当だ、ちょっと、でも黒に見える。そうですね、ほとんど黒に見えるようなぐらい、ちょっと光の加減で、はい、すごい。まあこれとかもワントーンで本当に黒黒で合わせてもいいと思います。高級感がすごい、はい、ね、これぐらいしっかりしたの欲しいですね、うん、すごく動きも出るような生地感なので、すいません、うん、
春夏向けです。ですよね。ちょっと後でこれも着てみます。はい。はい。うん、まあ普通にいいですね。これはねもう、うん、間違いないです。いいですね、うん。今日みたいにやっぱりワントーンだとかなり締まったスタイルですよ、ね、はい、うん、なると思います。でも生地が柔らかいんで、はい、そんなにこう気取った感じもなくて、ちょっとラフな感じにも着ていただきます。これもすごい落ち感があっていいな。私はボックスですかね。そうですね、ボックスシルエット型になっていて、身幅もたっぷりとってます。ポケット大きめですね。めっちゃあったな、これ。37,000プラス。わありがとうございます。はい。上で、はい、上、はい、行きましょう。マルニですね。そうですね。はい、あ、マルニの SS ものになってます。あ、かっこいいやつですね。かっこいいやつですね。覚えてます。今期のマルニは、はい、あのスポーツミックスのデザインが多くて、うん、あのちょっとこう軽快な雰囲気があるようなコレクションになってます。カットソースね。そうですね。これはフロントがカット掃除、はい、でバックがシャツ地になってます、ね、やっぱり春夏は T シャツ単調になりがちなんで、はい、そういうこう結構デザインが効いたカット層っていうのはあの着こなしに、はいはい、うん、向いてると思います。確かにマルニーって切り替えはすごい強い、ね、そうですね、うん、いいね、黒とネイビーだと、うん、ね、合わせやすいし、これまた面白いですね。そうですね、これも結構特徴的だったシャツなんですけど、これも紐で結ぶタイプで、今は結んであるんですけど、はい、これを外すと、これも同様のスキッパーデザインのような感じになっていて、少しこう首元を緩く、紐もこうちょっと緩めにざっくりと着ていただけるようなものになってますね。ちょっと女性的な感じ、ね、そうですね、こういうデザインってレースアップになってるのが、うん、もう普通のシャツ持ってる人はこういう変化球、ね、そうですね、あってもいいですもんね、うん、これいいですね。白は割と使いやすくて、ブルーはもうちょっとこう特徴的なデザイン、少しウエスタン調のカラーリングになってます。すごいね、まあ、マルニって感じ。そうですね、ちょっと長めなんですね。少し長めの、まあ、マルニらしいオーバーシルエットのシャツになってますね。首元のカットオフ、そうですね、で丸首なんで、今の時期とかは、まあ、タートルネックのカットソーとかニットとかに合わせてこうレイヤードしてもいいと思います。あ、確かに今から全然着れますもんね。そうですね、これがこう、これまで着てみたいです。はい、おいくらなんですか。こちらが67,000プラス税の、はい、なんか、はい、次これ僕が個人的に気になったな、うん、もう配色がシンプルにすごい好きですね。そうですね、いいですね、深い、深みのあるブルーというか、結構深めのあるブルーにウールの光沢感が混じってすごい上品なように着ていただけますね。でフロントのそのブラウンのカラーブロックもすごく効いていて、はい、はい、アクセントになると思いますね。これもかなり落ち感、ドレープ感がすごく出るシャツになっていて、雰囲気よく着ていただけると思います。コート、そうですね、こちらがコートになってます、まあ、マルニーの、得意なシワ加工を施したロングのコートになってます。そうですね、でこれはポリエステルに若干コットンを混ぜたような生地感で、すごいこう反発力、弾力のある生地感になっています。本当だ、これも動きに合わせて生地が一緒に動いてくれるようなものになっていて、
すごくドレープ感も綺麗になってます。すごい軽いですね、これは。そうですね、うん、で後ろのデザインもアンブレラカットっていうすごいクラシカルなディテールを入れたりとか、うん、この裾の部分も普通はセンターベントって言って真ん中に入ってるのが基本なんですけど、サイドベントになってて結構これも動きがすごく出るようなデザインになってます。あ、次子があります。結構クラシカルなディテールを盛り込んだコートになってますね。素材が結構綺麗なので、そうですね、バランスが取れてる感じですかね。これも今見ていただいたコートと同型のものになってます。ただ生地をこれコットン 100% の綾織というこう斜めに折ってる生地になっていて、すごくこれは張り腰強いコートになってます。すごいがっしりとしてる。うん、これはかっこいい。でステッチングもあえて白くしてるので、すごい構築的なコートに見えると思います。はいはい、あ、ステッチが違うからなんかすごいカジュアルに見えるのかもしれないですね。かっこいいな。そうですね、同色だったら違いますもんね。かっこいいな。ネイビーだと意外と何でも合いやすいんですけど、バーガンディーはまあ結構深めで合いやすいんですけど、こっちに関してはやっぱり主役級のコート、このコートをメインにコーディネートを考えていただけるような。かっこいい、これかっこいいよね。かっこいいです、これ。キリンだよ、期待スタートで。ありがとうございます。ちょっとせっかくなんで、はい、このシャツ着てみてもいいですか。はい、ぜひぜひ。どうですか。いいですね。うん、いいね、これね、面白い、うん、だからコート羽織ってもこのデザインが活かされそうな。そうですね、すごくアクセントになると思います。ありますよね、うん、で、こういう風に緩めに着てもいいですし、はい、さっきみたいに綺麗に結んであげて着てもいいと思います。締めると首元がキュッとなるんで、もう少しドレッシーな雰囲気になります。うん、なりますね、うん、全然雰囲気違いますね、なんかね、締めるとあんまり着ないからちょっと慣れない。ちょっと可愛い感じになっちゃいますね。そのままこのコートはちょっと羽織ってみてもいいですか。はい、ちょっとあんまり自分が着ないかな。うん、確かにこれ動き出ます。そうですね、いいですね。このくるってした時、あ、いいですね。いや、いいですね。あ、いいですね。そこの、はい、いいの撮れました。これね、着たら分かるかもしれない。なんかよく、うん、このラインとかもすごい綺麗。うん、これもいいですね。これはね、いいよね。このなんか一枚で決まる感じはすごい、うん、間違いないです。いいですよね。春とかなんかシャツだけで出かけたい時とか、そうですね。あるから、うん、こういうデザインのシャツが一つ持っておくと。このシャツは秋冬春夏両シーズン出るんで、やっぱりマルニの定番の素材のシャツとして、はい、人気高いですね。じゃあこれだったら通年使えるから。そうですね、いいですかね。でそれこそそのポケットに手を入れた時のシワ感とかもすごく上品で綺麗な出方になるので、まあ、コットンとかだともうちょっと張りが強くて、はい、あのすごいボコボコしちゃうんですけど、やっぱり素材の綺麗さ、上品さで綺麗なドレスが出てますね。はい、ありがとうございます。はい、我慢します。最後に手島くん、あ、いいですか、これ着て。ぜひぜひ。やっぱ似合うな、コート、うん、似合いますね。うん、いいですね、インナー黒だと映えますよね。映えますね、はい、うん。でバーガンディもこうトーンを結構抑えめにしてるんで、子供っぽくなりづらくて、すごいムーディーな雰囲気で着ていただけると思います。ね。これ出る。ああ、いや、いいよ。
それこそ今時期は今着られてるようなタートルネック、厚みのあるものと合わせていただいてもいいと思いますし、はい、春は本当にシャツとかカットソー1枚あのシンプルなものを中に挟んで、はい、着ていただけると思います。これはかっこいい。やっぱステッチングが結構効いてますね。効いてますよね、はい、似合ってますよ、うん、似合ってますね。こちらが13万5000円になってます。前には結構15万円から20万円ぐらいが大体相場なんですけど、今回のコートはすごくプライスは抑えめで作られてますね。めちゃくちゃ似合ってますね。俺より似合いますよ。全然似合いますよ。クリスがしっかり入ってる。前から横からはすごいシルエットが綺麗。うん、確かにシルエットめちゃくちゃ綺麗。あ、これを予約するそうです。はい、というわけでちょっと今回いろいろ試着させてもらったんですけども、ちょっと検討したいと思っています。はい、ありがとうございます。はい、ちょっと最後にお知らせがあるということで、はい、お願いします。はい、はい、今週末、12、13、土曜日、日曜日でアタのデザイナーの方が実際に店頭に来られて、あのリアルな声や こだわりなどあの説明していただける機会を設けていますので、ぜひお時間あれば皆さんお越しください。ぜひ入ってみてください。はい、なかなかないですからね。そうですね。今回もこうやって終わりたいと思います。はい、すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい、というわけで天野崎さんの、今日はアタの予約会に行ってきました。今回はちょっとあの特に予約はしなかったんですけれども、ね、コートまだ狙ってるんで、もしあの入るタイミングがもしあればね、コート買いたいなと思っています。はい。マキシコートっていうね、すごいかっこいいコートあるんですけど、もうすでにやっぱり予約で完売しちゃったみたいなんで、もしあればね、買いたいなと思ってます。今回は、こんな感じで。あとね、セールたくさん入ってるので、ぜひ皆さん行ってみてください。あとオンラインサイトもね、あるので、概要欄に貼っておきます。はい。ということで、今回はこの辺で失礼させていただきます。では、また次回の動画でお会いしましょう。ということで、お疲れ様でした。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。はい。